読売新聞の山本です。政治改革の関係でお伺いしたいんですけども、まあ、維新の方でもですね、政治改革、政治資金課題をどう取り扱うのか、議論をしていると思います。で、本日ですね、地方議員も含めて意見交換というか、まあ、そういう場があったと認識しておりますけれども、その議論で共同代表が参加すると昨日おっしゃっていたので、共同代表どういったことを、まあ、発言されたのかというところと、その議論を深めていく中でですね、その政治資金パーティーや政策活動費の扱いについて何かお考え変わったりあったのか、その点について教えていただけますか。まあ、この間政治改革実現本部を開催をしてきて、今もこの会を重ねている最中です。なので議論の最中です。今何か固まった答えが出ているわけではありません。まあ、政党として、もうそう遠くない将来に当然最終的な方向を決定して、決定すればそれにみんなが従うというのが基本的なスタンスです。まあ、その中のプロセスの一つとして今日は、全ての特別党員を対象にして意見を聞くという会を開きました。私も参加をしました。そこで、まあ、いろんな意見が出ましたけれども、私とすればこの政治資金パーティー、やっぱり一番大きく議論だった政治資金パーティーのあり方です。政治資金パーティーについて、これは我々は維新の会というのはこれまで企業団体献金を禁止する、それは禁止をしてきました。そしてこれを多くの皆さんにも訴えてきました。その趣旨を考えたときに、企業団体からの企業団体へのパーティー券の販売、これはもうやめるべきだという意見をしました。もちろんこの政治資金パーティー、企業団体献金のですね、抜け道じゃないかと多くの各党の指揮者も含めて指摘もされているというところで、これまで企業団体のパーティー券の販売ということをやってきました。これは大阪維新の会のパーティーでもそれをやってきました。だけれどもやっぱり企業団体献金を禁止するんだということを、その趣旨を徹底するということであれば、この大きくこの制度を議論するこの期において、企業団体がにパーティー券を販売するということはもうやめるべきだという意見です。個人献金は当然受け、個人献金は当然受けていますし、もともと企業団体献金禁止の趣旨とも違いますので、パーティーそのものについては個人への方への個人売り、これについては別に禁止するものでもないし、パーティーそのものを禁止するものでもないけれども、僕が言ったのはそういうことを意見として言いました。ただ申し上げたように、これは議論最中ですから、最終的に決定ではないです。それから僕が支援として出しているのとは中身は矛盾するものではないと思っています。これは税の、論点として、ある意味パーティー費の非課税で、そして今回は自民党が裏金を作って、そして、何年も経って、それが発覚したら修正したら終わりと、これはやっぱ明らかに民間感覚としておかしい。民間だったら脱税、そして少なく脱税で犯罪で追徴課税が絶対来るというのが民間の感覚、納税者の感覚だと思います。なぜそれが政治家が許されているのか明らかにおかしいので、そこについてはやはりきちんと、ある意味その民間と同じようなルール、課税ルールに合わせていくべきじゃないかということは思案で言いましたから、その論点とおそらく別の論点として、維新の会としてこれまで、企業団体現金を禁止する、その趣旨も踏まえて訴えてきた中で、そのパーティーをやるとして企業売り先として、どうするかというのを考えるときに、企業団体現金、企業団体の売り先分をこれまで通り残すべきかどうかという議論がやっぱりあると。でもちろん意見としてはパーティーをやめるべきだという意見もあるし、もうそれは分かりやすくパーティーは全てやめるべきだという意見もやっぱりあるし、なので、いやそれでも別に悪いことをしているわけではない、何だか企業団体に売るのも別にそれはいいじゃないかという意見もあるし、これは今維新の中にもいろんな議論が、意見があります。いずれにしてもここ一定の方向性結論を出しているということになると思います。僕はそういう意見をしました。
確認なんですけれども、その共同代表がお考えになる、その、うん、要するに、パーティーのですね、パーティーの、まあ、個人売りにしていくべきだという、端的に言うと、そういう考え方だと思うんですけれども、そもそもその、パーティー自体をやめろという、まあ、意見がある中で、共同代表はそのパーティーの必要性といいますか、それについてはどう考えるようになっているんでしょうか。それはやはりその政治家がそれぞれ活動する上で活動費も必要になってくるということを考えたときに、パーティーという手段がある。でその手段を見たときに、これまで個人の献金は受けているわけですから、個人の献金を受けている以上、個人が参加するパーティーを禁止する必要はないと思っています。でその上で、もちろんただ企業団体献金まあ、さっき言った理由、その上で、いろんな意見として、もうそもそもお金のかからない政治を目指すべきだという意見も平場の意見では結構ありました。だから本当にいろんな意見がある中で、今意見を集約しているということです。もちろん政党交付金というのがあるんですけど、でもそれ政党交付金ってもともとは企業団体献金、これも禁止しようよ、それを企業団体献金をやめるために国民の皆さんから250円ずつコーヒー1杯分お金をお願いしますと言って始まったのが政党交付金ですから、で維新は政党交付金を受けているわけなので、その趣旨からすると企業団体献金を禁止する、ここまではすごく当然筋を通っている話で実はやってきました。ただその企業団体献金の、まあ、ある意味抜け穴じゃないけれども、そういったパーティーで全く一緒じゃないかもしれないけれども、自民党政治の中でそういう道が残されてきた。で実際企業団体がパーティー券を買うというのも実態としてある中で、趣旨を貫くのであれば、やはりそのパーティーによって企業団体をやめるというのは、企業団体献金を禁止している、で我々それを言ってきましたので、実際やってきましたから、そういった趣旨をこのいわゆる政治と金について国全体で議論しているこの転換期においては、ね、やっぱりここは貫くべきじゃないかというふうに思います。はい、ございますでしょうか。質問をお寄せされている方はできたらよろしいでしょうか。じゃあ最後に、日経新聞の山崎です。今の質問に関連して、まあ、本日、まあ、従来から行っている政治改革実現本部というのは日本維新の会で開かれているものだと思います、うん、まあ、こちらで何らかの結論が出たときに、例えば大阪維新の会で独自にもっとまあ厳しくなるというか、なのか、また違った独自のルール等を設定して、まあ、それを大阪維新の会で運用していくという考え方は、例えば、まあ、党のパーティーをまあ禁止するとか、まあ、大阪維新の会、日本維新の会とは違う大阪維新の会で独自に何かその規定等を作るという選択肢というのもあるんでしょうか。まあ、大阪維新の会って日本維新の会ですから、別の政党ではありませんので、完全に別のことをするというのも僕は違うだろうと思っています。なので、日本維新の会で決まったことは大阪維新の会の特別党員、これは僕も含めて日本維新の会のメンバーですから、でその日本維新の会の周りに決めたことについては、まあ、それには従うというのは党として当然だし、これは日本維新の会の一つの強みでもあると思っているんです。維新の会でもね、あとはよくバーってバラバラになりますけど、決まったらしたら、今決まるまでの過程なのでいろんな議論が出ますけれども、ただいろんな議論をぶつけ合っても最後決まったらそれに従うと、で一本道で進んでいくというのが維新だと思ってますので、基本的には維新の会、日本維新の会で決まったことを、まあ、実行するということになると思います。別の政党として別の行動をするようなことは特には今この段階では考えようか予定はしないです。ただ僕大阪維新の会の代表でもあるので、大阪維新の会のパーティーをどうするかっていうのは最後僕が決定する立場なので、まあ、そこはどうするかっていうのはあると思うんですけど、大阪維新の会の議員のメンバー、これはもちろん大阪維新の会のメンバーでもあるけど、もう日本維新の特別党員 で日本維新の会としても方針が決まれば、これは、まあ、兵庫維新の会も京都も日本も東京も、大阪も東京も、まあ、もう全員がその結論に従うということでだと思います。で僕自身も政治改革推進実現推進本部会議実行本部会議の本部長代行で入ってますの でこの間議論にも携わってきましたから、それで出た結論というのは当然これはみんなで従おうと、みんなで決めたことについてはしっかりとそれに基づいて行動しようというのが基本スタンスです。大阪維新の会のパーティーをどうするかはちょっとまだ代表としていろいろ考える必要があると思うんですけれども、
何か別の政党のような行動をするつもりはありません。それでは、お見せいたします。